コシャン君昨日富安ちょくちょく左センターバックのポジションいたから、レオさんが前行ってた。ティンバー系がしたがったら荒れてた。アサリバ曲がりトミ富安の3人でセンターバック回すつもりだったのかもしれませんね。うん。で、今日のテーマで言うと、富安来季危ないのは、ティンバーかなり我慢して使うと思うんですよね。で、チンチェンコ、キビオル両方売るっていうのはなさそうでしょ。どっちかでしょ。で、どっち残ったとしても、左サイドバックですから。ってなると、右をホワイトと争うってなって、ホワイトの方が最前線での共有力高いんですよ。 あの、ホワイトって、右のトップ下みたいな役割できるんで、ホワイトの方がちょっと感覚的な分、ライン管とかでポジション取った時に、ウーデゴールとかサカタのワンツーとか上手くて、富安の方が、あの、ディフェンスラインでのクロス対応だったり、味方と連携した守備だったりとか、あと、中盤のライスに合わせたポジショニング、左ウィングのウーデゴールだえトロサールだったり、マルティネリに合わせたポジショニングが上手いですよ。だから、リズメ側の富安と感覚型のウーデゴールで、 それぞれ辿ってきた道は違うんだけど、なんか同じ頂きにいるみたいな感じなんだけど、おじろと来ればね。<laughs> だけど、と安の場合は、最前線行った時の瞬間的なノリみたいなのは、ちょっと違くて、ちょっとまだ慣れてないみたいな。でもできるようにいずれになるけど。で、ホワイトの方が逆にリズムでやってない分、前線行った時、あ、だいたいこんな感じだよね。が、うまいっていう。ってなった時に、右サイドバック、 ホワイト、ウーデゴール、サカナ、あの連携のところに富安入ってくのって結構大変だっていうか、やっぱりすごいライバル関係になるじゃん。で、左サイドバックは、えー、キビオルかジンチェンコの残った方とティンパーになって。で、また、ハトとかが入ってきたら、左サイドバックとセンターバックのところ行き来させてると思うし、両センターバックサリバマゲレンス、鉄板じゃん。ここに富康使われてるのと、全部のポジションの第一控えみたいになる可能性ある。で、 それぞれの選手のところでコンディション悪い人いたらそっから序列奪い返すみたいな。だ最終的に今季ぐらい出てるもしくは怪我なかったらもっと出てるはあるんだけど、今あるこのシーズン終盤でシティとの優勝争いしてます。じゃあどっち勝つんだってとこでジンチェンコより確実に今は信頼されてるじゃん。この未来がずっと続くっていうのは確率論で言うと低いって話ですね。かなりティンバー我慢して使うと思うから。ティンバーはマジで感覚的な選手でジンチェンコの強度上がったパターンになると思いますね。 ティンバー右の方がいいと思う、俺も。なんでかっていうと、まあ、構造変わったらあれだけど、右は3バック化するか、ちょっと低めの位置で内側絞るだけなの。左サイドバックが、もう、ボランチになるし、ライス降りてきたらトップ下になるし、マルティネイリが入ってきたり、トロサル入ってきたらウィングになるだよ。左の方が臨機応変さ必要なの。これがティンバー苦手だと思う。だけど、アルテタの、去年のプ,プレシーズンの使い方で言うと、左サイドバックだったティンバーは。 で、ティンバーに投資した額で言っても、今季これだけね、怪我で離脱してたので言っても、相当ティンバー我慢して使って、今季の初めにあった、いや、ここ富安だったらなってジンチェンコみながら思ったり、ライスのところもさ、降りてきすぎてて、いや、これジョルシーニュー使ってライス 1S 上でよくないみたいなのあったじゃん。あの感じに見ながら、富安買ってくれたらな、みたいなのが起きるから、富安がダメ、ティンバーに負けてる、ホワイト負けてるじゃなくて、扱い的にそうなるみたいな話。 最終的には戻るけど、その絶対的視力っていう感じじゃなくて、控えスタートのティンバーどのぐらいアルてたか我慢するかと、ホワイトが調子悪い時期あるじゃん。あの時期に富スちゃんと怪我してないかどうか。あとはサリバーマガレイスが、今季さ、ほぼフルで出てて、もうサリバーは完全にフルでプレミア出てるの。これ異常じゃん、プレミアで言うと。他のチームの感じで言っても。で、こっからユールあるでしょ。 ユーロでサリバ、フランス代表で出て結構勝ち進むから、もうめちゃくちゃコンディション悪い状態で、来年1年間また怪我しないって僕ないと思うんですよ。ってなるとサリバ怪我した時にここに冨安入るかっていう。で、怪我しなくても、サリバ曲げいです富安はここ回すはずだって思ってますから。なんでそういうところで、不動のスタメンに富安なるっていうのは違うっていう感じだね。アーセナルが来季の補強の話が、それこそ、 僕、今季、みんなティンバー怪我してなかったら、富スどう使ってたと思うどっちも怪我してなかったら。全員万全だったらどう使ってたかっていう。僕は、サイドバックを、キビオの出番は正直減ってるんじゃないかなと思ってて、サイドバックを、ティンバーとホワイトと、えー、っと、ジンチェンコで、も、もしかそこに富スも入ったかもしれないけど、ツーセンターバック、サリバー負けないんです、フルカートじゃん。ここ、富スで回したんじゃないかなって僕思うんですよね。 ティンバーのプレーシーズンを使われ方と思う、サイドバックで、ニセサイドバックやったじゃん。でトミー、両利きで、まあ、センターバックできるじゃん。だから、相手に寄ってたけど、ここ3で回して、サイドバックも3で回して、まあ、キビオロ次第で読んで回る時もあるのかな、みたいな感じだと思ったで、アンカーのところを、ライスと、トーマスと、ジョルジーニョ。ここ3枚なのは、ジョルジーニョの年齢と、トーマスの計画ガッチャのところ。で、左のインサイド、インサイドハーフが、えー、ハバーツと、えー、ライスと、スミスロー。で、これは、 ハバーツはトップ企業もあるっていうのは、ハバーツは複数のポジションの企業を説明されたって言ったから。だからそのアンカーの状況によってライスをインサイドハーフとアンカーで上下させて、で、センターバックとサイドバックの状況で、トミヤスをサイドバックセンターバックで、まあ、上下というか移動させて、で、まあ、トップとインサイドハーフの状況によって、ハバーツ移動させて、みたいな感じ。で、こうなった時にじゃあ、ウィングどうするのかって、左はトロサールとマルティネリーで、まあ、ネルソンもいるわけじゃん。あと、スミスローがね、左インサイドハーフこれ言ったら今、怪我勝ちというかい、あれだから。 で、右、で、カビオ・ビエラが、あの、腕ゴールの控え、兼、右ウィングって感じだけど、やっぱり右ウィングの補強の候補が上がってくるのは、え、坂いるのにオリースとか上がってくるじゃん。この、主力3人制みたいな。まあ、それぞれのポジションにポジション争いで、トップクラス2名いたら最高なんだけど、それって予算的にも大変じゃん。ってなると、その、2つのポジションを3人で回すって結構現実的じゃん。 コンディション良かったら、怪我しない人だったら、サリバー曲げない人はほとんど行ったみたいな感じだけど、そこ3人だったら回しやすいし、サイドバック3人だと、なんて言うの2のポジションに4だと、序列はっきりしたり、片方のモチベーション、モチベーション落ちたりするんだけど、2のポジションに3って、試合数多い中でちょうど回しやすいんだよね。で言うと、右ウィングにオリース取るっていうのは、オリースも坂も、どっちかトップ下できそうじゃん。あの腕ゴールのところ。そこが大きいんだろうなと思って。 だからウーデゴール振るかとサッカー振るかとか、そこをオリース入れた時にサッカートップ下にするのか、そう、オリースを右のインサイド発見トップ下にしてサッカーそっちにするのって、この2に対して3で回せるっていうのが大きいんだろうなっていうふうに思ってるんですよ。だから右ウィング取るんだったら、まあサッカーがどっちもできるから、右専用の人でもいいんだろうけど、まあその、両方やれる人でこう回せるみたいなのが、まあ、ハワースだったりライスとかこう2ポジションやれる、 スーパーな選手取ってるとこあんのかなって思うんですよね。で、あと、あれですよね。ただその中で専門職置かないといけないのは、やっぱりストライカーになってきて、なんで、これなんでかっていうと、ハバーツってさ、結構特殊な、えー、マルチローラーというか、あの、ユーティリティプレイヤーで、あの、ハバーツぐらいじゃん。インサイドハーフもトップもできるけど、トップでポストプレイできるっていうか、空中戦で落とせるっていう周りに。あれ、アーセナルとかシティとか昔の悪さもそうなんだけど、つなげるチームって相手マイプレイかけてくる時あるの。 この時どうやって逃げるかっていうと上で逃げるしかないんだよね。前プレイかけてくるから上で逃げてスアーレスで落としてメッシでやってたのにそれを美しいサッカーしてないってバルベルで言われてて可哀想すぎるっていうのあるんだけど。だからやっぱハバーツに当てて落とせるのってでかいじゃん。で、これがやっぱジェススだと大変でしょ。ってなってくると今噂上がってる前線で無理してキープできる、まあイサクだったりトニーだったりああいう系の選手になってくるんですよね。で、これが、まあ、 あるのがシティだったりとか、まあ CL で勝ち進んでるベリンガムのマドリーとか、ね、ケインのバイルンとかになってくるっていう。シティが今後、この後に優勝争い、僕はシティアーセナルだと、シティが有利だと思ってるんですよ。これなんでかっていうと、アーセナル今強いじゃん。スパーズにも勝って、あのー、その前も5点、すげえ取ったよね、点ね。俺、解説してたしあ、チェルシーか。そう。あれなんでかっていうと、あの、相性いいの。どういう相性の良さかっていうと、ブロック組まないっていう。 結構ミドルゾーンで、あの、守備はしてなくはないんだけど、ハイペース、かかったりかかんなかったりする中でミドルゾーンでブロック組むから、裏にスペースあって、アーセナルのスピーディーな攻撃的なアーセナル苦手なのって、めちゃくちゃマイプレちゃんとかけてくる。まあ、これはどのチームも苦手なんだけど、撤退された時に、ここでスペースない状況で、高いボール入れなきゃいけない時。それでもアーセナルってさ、文化的にも、アルテタの思考的にも、いる選手たち的にも、ちょこちょこ繋ぐじゃん。 で、あとカウンター食らいやすいみたいな。あと決めきれない。で、これが、シティだと上とミドルシュートがあるんだよね。これがアーセナルだとそこのこじあけ力。うん。タフシューター力みたいなのがちょっと足りなくて。だからこの後の、あの、対戦表。アーセナルのこの後の対戦表が、ボーンマス、ユナイテッド、エバートン。だね。ボーンマス、ユナイテッド、エバートンで、このエバートン戦とか、あとユナイテッド、 との試合とかもあのアーセナルがボール持てちゃうとユナイテッドがブロック組んでそこでマグワイアがガンガン弾き返すとかありそうだなみたいなで対してシティなんだけどシティはなんか何が最適解かわかんないままここまで来たから今回はねシティの方がちょっと読みにくいんだよねギュンドアンの代わり見つかんないままここまで来たじゃんシティはこっからの相手がリーグ戦がフラムスパーズウエスタ 最終戦どっちもウェスタハムとエバートンで、どっちもね、引いてブロック組んで、守り切るみたいな得意な2チームだよね。ってなるとそこの小じ開け力、最終節まで持ち込んだ時の小じ開け力はシティの方が高いかな、みたいな思ってるんですよね。でもまあこう、まあでもいずれにしろ、うん。まあ、それでもアーセナルが、ね、優勝したら感動的ですけどね。だどっちだとしても、ね、あの、やってきたサッカーのね、まあ、過程だったり内容に目を見張るものがありますからね。 you.